はい、ロックマンです。これやってみましょうかね。はい。これは多分アクションゲームかな。ロスとロイン。サバイバルゲーム。何これ。極限に挑戦。あ、難易度かこれ。優しい。推薦。ベテラン。あ、こういう感じ。え？ここはどこ？何も思い出せない。とりあえずこの辺りを探索してみなきゃ。なるほど。武器を装備してません。あの、どなたですか？ああ、また召喚されてきた人ね。誰なんですか？それにここは一体どこですか？まずは落ち着いて。自己紹介するね。私の名前はベアトリス。今は廃墟になってしまった城の守り人よ。この城には邪悪な魔王が封印されていて、代々守り人がその封印を守っているの。魔王ですか？魔王の親しも下僕か、たちが封印を解くために異世界から人を召喚しているの。異世界って私が別の世界から来たってことですか？そうよ、ここに来る前に行った場所のことを覚えてる。ぼんやりしててよく思い出せません。召喚の副作用で一時的に記憶喪失になってるかもしれないわ。自分の名前すら思い出せません。ここは危険だからまず安全な場所に移動しましょう。この道をまっすぐ行くとキャンプがあるわ。私が先にキャンプに行ってるからそこで会いましょう。なんか急にこんな学生の女子高生みたいな学生がこんな異世界に行ったっていうのはね、無限戦士バリスも最初の始まり方に似てますね、ちょっとね。オートセーブか、あれ。あ、携帯電話、読む。緑色の怪物がうろうろしている。見つからないように気をつけて、動いてはいるが。怪物の数が多すぎて見つかるのも時間の問題だ。家に帰りたい。お母さんが作ってくれた捕獲のご飯が食べたい。でも、家もお母さんも作ってくれたご飯も、お母さんの顔さえも思い出せない。一体どうなってしまうのだろうか。あ、なるほど。これで武器使えるようになったんやね。あ、敵がいる。こんにちは。あ、怖かった。どうしていきなり襲ってきたんだろう。私なんか悪いことしたかな。トイレットペーパー。なんかアクションの RPG って感じがしますね。床に気をつけるべきだった。床に開いている穴から鋭い金属の棘が飛び出してきて、危うく串刺しになるところだった。幸い、服
深く刺さっていないようだけど、傷口から止めどなく血が溢れてくる。このままでは出血多量で間違いなく死んでしまうだろう。とりあえず服を破って出血を試みたが、完全に血を止めることはできない。どうにかして傷口の手当てをしなければ。これ、亡くなった人のあれなのか？なんか人が倒れてるように見えるね、確かに。おお、なるほど、そういうことか。どうやってこれ上に登っていけんの、これ。あー、死んでもうた。声、いい声出すな。声可愛かったな。でもちょっと待って、こっちになんかありそうやな。行き止まりだ。壁に張って通れるくらい小さな穴が開いているものの、床からトゲが突き出ていて進むことができない。来た道を戻ろうと考えたけど、いつの間にか緑の怪物でいっぱいで戻るに戻れなくなってしまった。どうしよう、トゲを刺さるのを覚悟して、あいつこうやって中に入るべきだろうか。やばいんや。やられちゃった。上の方行ったらよかったんじゃ、今の。多分。うん、面白いですけどね。おお、ちょっと待って、結構難しいな。なんでこれ転がんの？さっき転がったから死んだんや。Aボタン押したら転がるんや。これ取ったら回復するとかではないのか。取れるようになるわけだね。包丁？あ、こっち行けないな。
こっち行かなあかんねんな。結局こっち行かなあかんのか。いや、難しい。なんで転がるんよ。Aボタン押してもた転がってまうんや。ほら、ボタン間違って押してまうねんな。なんか知らんけど、間違って押しやすいんですよ。絶対ダメ食らうな、こいつ倒すのに。木製の壁に行く手は、なんや、阻まれている。あまり頑丈そうに見えないが、素手では壊せそうにない。何か道具があればいいのだが。壊せたや。あ、セーブポイントや。こっちは？下行けるのこれ。明日は。びしょびしょやで。こっち行けないのか。結構ジャンプ力高いなぁ。女子校。あ、何やこれ。敵やったんや。わかんねえ、またさっきとこ戻ってまうねん。
多分このスイッチか。違うな。呪文を唱える。キャンプ着いた。で、キャンプじゃテントか。待ってとはよ。ここに来る途中で変な緑色のおじさんに襲われたんです。ゴブリンに会ったようね。全て始末したと思ったのにしつこい奴らだわ。とにかくここは安全だから周りをちょっと見て。お、なんかいろいろある。自動販売機。古代の魔法で作られた機械はお金を入れると必要なものが買えるの。少しお金をあげるから必要なものがあったら買ってね。ありがとうございます。ああなるほど。テレビや。これパソコン？でも私の知ってるパソコンと少し違うような。モニターも分厚いし、生命を保存することができるものらしいけど、どう使うのかわからないの。どうやって使うのか知ってる？あ、なるほど、セーブしたわけか。これはポータルよ。私たちが初めて会った周りで見たことがあるでしょう。それに行ったことあるポータルに瞬回答できるの。なるほど。ああ、こうやってできるわけや。どうしましょう。記憶を取り戻す方法はないでしょうか。もう少し調査が必要なようね。なるほど、あなたを召喚した時に記憶を封印したのね。きっと洗脳するつもりだったんでしょうけど失敗したみたい。失敗したから良かったものの、一歩間違えれば奴らの思惑通り魔法召喚の一年になってたわよ。その封印を解く方法はないんですか。あなたの記憶を封印した魔王の下僕を探し出して奴らを倒せば封印を解くことができるはずよ。あの緑色のおじさんたちだっているのに危険すぎませんか。召喚された時に強力な力を授かってるからゴブリンを相手にしても大変じゃなかったでしょう。装備していけばきっと大丈夫よ。そうでしょうか。でもどうやって魔王の下べたちを探すんですか。下僕か。魔王の下べ、下僕たちは強い魔力を持っているから近くに行けばわかるわ。何か感じない。よくわかりませんけど下の方から何か感じる気がします。下水道の中に魔王の下僕がいるよね。下に行けば下水道に入ることができるわ。消えた。こんなよう距離から落ちて怪我せないな俺。女子高生なのに。ゾンビがいる。ゾンビが。こっち行けないのか。
ていうのができるからありがたいけどな。強っ、一発でやられるやん。弱い気がするな。強っ、強すぎるやろ。2発やられるなんて。ちゃうのこれ、溺れてもうてるやん。めっちゃむずいな。あそこ体力ないんや。だからや、回復する方法ないんかい。回復したね。うわ、強い。回復しないのか。この状態でセーブしたいんやけどな。
なんとか行けたな、回復してるな。ゾンビっぽいのがいる。ああ、やられた。敵が多いな、おい。こっから。めちゃくちゃ難しいやん、これ。難しいわこれ。終わりましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。 YouTube のチャンネル登録とグッドボタン、ニコニコ動画、今日からね復活しましたんでよろしくお願いします。はい、シロックマンです。はい、このゲームちょっとリベンジしたいと思います。少し前にやったんですけど、これね、ロストルインズ、ルインズやったっけ、ルインズやったかな、コンティニュー。はい、オートセーブのとこからもできるのか、オートセーブのとこからやるか。少女が主人公の、ちょっとこれね体力ない状態なんで、ちょっと待って、こっち行ったらいいんやったっけ。回復をするんですね。はい。ちょっと勝手に回復してるんですよね。はい。
こっちに。飛ばしてくれるんですよ、こいつ。でも後ろ向くときあるんで、この時に倒すんですね。はい。はい。これ何？ああ。さっきのあれか。虫みたいなやつの死骸やな。ドクロみたいに見えるな。ちょっと一旦逃げよう。うわ、気色悪いな。結構グロいっすねこれね。使えるんですよ。はい。死骸が転がってんのがゴロいですね、これ。ああ、魔法使えない。打てないんや。魔力が足りませんか。使えばいいんちゃうのこれ。セーブ。こっち行けないのか。取れないのか。助けてくれない？何これ、霊か。なんか体が透けてるけど、霊ですね多分。大丈夫、怖いでも悪いのよく思い出せないけど、なんかおかしく転がった気がするの。幽霊って書いてるね。はい、はっきり覚えてるだけど鍵がかかって入れないの。鍵か。お、誰これ、なんかいる。何これ、敵か。これは敵っぽい。おお、なんやなんや。
庫みたいやな。おお、怖っ。あ、オートセーブや、ここ。何？おー、なるほど。うわぁ、敵いっぱいいる。こっちは、こっちは。うわぁ。じゃあから。少なすぎるんよなぁ。あ、落ちちゃった。こっち行ったら何があるの。おぉ、降りるんか。ここは、放電も使えるようになった。でもマジックポイントないねんな。あいつ強いからな。ヒットポイントあるけどなんとか。やばいやばい。やばい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 、やられるやん、おい。
れた。体力がないよな。強っ。食べ物てかお金38しかないな。80大根、いやもうこれで、はい、あー落ちちゃった。使えない、なんで。あ、これか。魔法使えないとこれ使ってないからな。うわ、きついな。非常に難易度高いな、これ。棒なんかでも買う余裕ないわ。その時に魔法使えなくなるな。体力は回復してるからいいんやけど、だいぶこいつも倒さなあかんやろ。よし、倒した。うわ、グロいな。虫もおるねんな。虫っていうか飛ばしてきようなんですよ、こいつは。もしそれしかない。
わ、まだおる。まだおるんや。魔法使えないからな、もう。もう逃げるしかない。何これ。うわ。うわ、こんな仕掛けもあんの。むずっ。うわ、足が出てる。これは難しいなぁ。金がなさすぎんねんな、これ。マシやわ、さっきのゾンビたちよりは。ああ、一発でやられるのか。うん、さっきの幽霊どこ行ったんやろ。開いたやん。ドアが開いた。あ、思い出した。私は友達と一緒にいたのだけど、つまらないことで喧嘩別れしちゃって、そしたらスライムに攻撃されてこんな姿になっちゃった。あ、それで死んじゃったのか。手伝えてね、ラミ。あ、助けてあげてほしいな。緑のツインテールの子だよ。じゃあね。水着って書いてあったな。水着。装備したってことやんな、これ。ポーション。ああ、水着になってる。スクール水着になってるやん。このスライムもツインテールやけどな。チャイナドレス、チャイナドレスじゃないわ。中国人っぽいあのお団子とツインテールのスライムやったな。この下なんやろうな、落ちてみるか。ブロッコリー。
ああ、クラウンか。爆発がやばいな。ああ。それでは回復するでしょう。うん、これ待たなきゃいけないんですよね、回復するのね。セーブできたらいいのに、クイックセーブとかオートセーブね、なんでできないんやろな。一回したらできないんやな。こうしたらなんやろ。ああ、ここか。
明るくするからいいか。なんや。なんか罠っぽいな。ここセーブポイントや。オートセーブポイントやな。ああ、ここまたいる。うわ、飛び道具出してくんの。危ねえ。ジャンプできないよな、これ。ってまうよな。ああ、ちょっと待って、どうやってあそこ行くんや。強そうやな。ちょっと待って、大根とブロッコリーでしょう。うわ、2体もあんの。ああ、なんか爆発した。うわ、むずいな、これ。こっからやけど、セーブポイントが。危ね。ちょっと体力満タンにはなってるから。しまった。これ多分潰されるんやろうな、下にいたら。体験版クリアできたらお腹いっぱいって感じやな。十分難易度高いから。一発渡なかんわけか。
ますよ。これボスっぽいなぁ。多分ボスやなぁ。ボスですね。絶対あれボスやなぁ。多分あれ倒したら体験満割っぽいよなぁ。一発撃たなかなかもったいないな、これ。多分ね、これあれやると思うねんな。魔力ポーション、もう倒した。駅がダメージ食らうんや。どうやってじゃあ進むんこれ。大丈夫なんか。消えてる。これ取れるな。ポーションっぽいのがあったから。まだポーションや。あ、セーブポイントや。あー、ワープできるってことか。さっきのボスかと思ったけどな。あー、お行き止まりか。せっかく来たのにな。狭いところに出てきた。ジャンプで飛び越えるのは大変な。除水器どっちかしか装備できないの。
毒を中和してくれます。水中の毒のダメージを受けません。床の毒のダメージを受けません。おー、なるほど。体力持続回復プラス1売れている間で、こっちの方がいいのかな。初めて倒した。ああ、もう使えない。倒した。スライムは私のことが好きみたい。食べ物くれるし、ゾンビも追い払ってくれる。あの子と別れて一人怖かったけど、スライムがいてくれてよかった。何それ。ブロッコリー、コーヒー。うわ。やばい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 。めっちゃダメージ受けたよ、お前。こっち行き止まりか。ついてないんだ。お、気をつけて、ベアトリス。びっくりした。いきなり出てくるのがやめてくださいよ。この先強力な力を感じるのは、あなたの召喚した魔王の血も下僕がいるみたい。しっかり準備していくといいわよ。ボスか。言いたいことだけ言って言っちゃった。ボスっぽいな、またさらに。魔法の回復ないもんな。あ、オートセーブ。ああ、これか。下にいるな、なんか。これが、あ、こんにちは。あ、これか。さっきのツインテールの女の子って。ラミ、こんにちは。私と同じ制服着てるのね。もしかしてあなたも召喚されたの。うん、同じ服だね。お友達にならない。もちろん。でも召喚される前のことを覚えてる。私のこと知ってるとか。うわ、後ろからって来てるやん。あ、スライムが。危ない。これ、逃げれないか、これ。あ、倒さなあかんのか。倒さなあかんねや。丸くないねんな。このラミっていう子は無敵なのか。強っ。まあまあこっからできるからいいけど、多分これボス戦ですね、最後のね。そんな感じがしますね。倒した。倒したやん。うん、もう大丈夫ね。何するのよ。え、どうして怒るの。私の友達になんてことをするのよ。あ、そうなん。スライムが友達でしっかりしてよ。あいつら怪物なんだよ。私の友達殺すなんて死ね。え、死ね死ね死ね。マジで。こっち
ちの方がボスやったんや。めっちゃ難しいな、おい。じゃあ解放せなあかんな。強っ。無理だよこれ。難しいわこれ。強すぎるやろ。これが多分ボスやな。めちゃくちゃ強いな、おい。魔法使えないしな。パターンみたいなのあるんか、これ。嘘でしょ。ちょっと回復してるけど、ダメだ。また死なんの？あかん。きつい。下に体力出てるな。あかん。あと一発ぐらい。うわ、倒した。まだあんの？嘘でしょ。待って、体力回復してるんか。
第二形態があの、めちゃくちゃやな。終わりましょう。ちょっとこれは無理ですね。はい。これはきついな。あと一回やってみるか。いやー、これは難しい。ダメだ。これは厳しいわ。だってこのスライムでめっちゃ強いねんから。嘘でしょ。パターンが分からんな。無理だこれ、無理だわ。はい、折れます。ご視聴ありがとうございました。 YouTube のチャンネル登録とグッドボタン、ニコニコ動画よろしくお願いします。はい、ヒロクマンです。はい、ロストルーインズをねもう一回リベンジしますね。これをね、イージーでやろうかなと思いまして、はい。イージーモードでやるとね、結構楽しめるらしいんで、はい。あの、前2回やった時ね、今回3回目になりますけど、2回やった時に、結構難しかったんで、あれだったんですけど、これ、UI。ここは真ん中ぐらいでいいよな。声は。うん、まあいいやいいや。はい。で、ニューゲームでやります。はい。で、これ、まあ、あれですね。難易度設定なんですけどね。優しいでやります。はい。これの方が楽しめるらしいんで、結構。すいません。文章を飛ばします。前やってる時に、読んでるんでね、ちゃんと。今回は、アクションの、を楽しむという感じでやらせていただきます。Thank you.
まあまあこの人は仲間というか、はい。このゲーム3回目ですから、結構気に入ったんですよね。結構気に入っちゃったんですよね。女子高生主人公というのもあって、可愛らしいし、ゲームも結構面白かったんで、アクション RPG って感じで。ここはクイックオートセーブですね。携帯電話もちょっとまあざっと読めます。グラディウス、はい、装備品ですね。当てるんですよねこれね。はい、じゃあここドアが開くと、で最初の敵ですね。こんにちはって、そう、敵もだいぶ弱いんで、イージーであればね。トイレットペーパー、ゲームオーバーになる確率が少なくなるんでね、ゲームは楽しめるんですよ、純粋に。こっちの方が何回もゲームオーバーになって同じとかやり直すみたいなのが多かったんでね。うおっと、でダメージ食らったりするけどそんな減らないんで、で回復するんですよね、こうやってほっといたら。あれみたいに、イースみたいに、はい、ダメージ食らったらこうやってじっとそれを回復するんで、自然治癒システムというかね、これがいいですよね、自然治癒システムが。はい、で死んだらまあさすがにね、死んでまたその死んだとこからやり直せばできますけど、一発で倒せるな。あ、落ちちゃったよ、また。もうちょっと音量上げてもいいな。はい、あ、ここはこれ取れるな。あ、取れないか、このお皿は。お皿みたいな。これが取れるんやな。包丁と、あ、これで決まりか。まあ、一面だけしかプレイできないですからね。なあ、多分この骸骨はそうなんでしょうね。この携帯の書いた文字の本人なんでしょうね。この屍というか。ブロッコリー。罠があったのか。ダメージ食らったらこうやってじっとしたら回復しますからね。はい、これはありがたいシステムですね。イージーでやった方が絶対面白いやん、これ。あまり難しすぎるとちょっとね、なんか困るんですよね。オートセーブ、大根、呪文はこれですね。
この骸骨がそうか、今の携帯電話のあれか、持ち主か。ここは食らうしかないみたいなんでね、しょうがないんですけど、一回復とオートセーブですね。至る所に頭蓋骨というか遺体がね、白骨した遺体が転がってますね。お店、お金もくれるんです。優しい人ですね。100ゴールドもらってるけど、何を買ったらいいのかいまいちわからないですけどね。長剣、攻撃力とか出ないんですね、これ。一応いろいろ売ってるんですけどね。点火、これ魔法ですよね。川の鎧、手斧、長剣、とりあえずいいか、よくわからんから、何買ったらいいか。セーブできるんですよね、はい、はい。まあね、一回行ったこことか、こう戻れるんですね、その分岐点というか、はい。はい、消えた。はい、ここから本格的に、ちょっと音量でかいな。で、急にでかくなったな。急にここからちょっとまあバトルが多くなってきますね。雷電瓶、あ、瓶か。これ、包丁も刺せるんですよね、こうやってね。はい、前やった時はこれで戦ってなかったから、こっちの方が早くね、刺せるんです。攻撃できるんですよね。強い強い。えらい強いな、これ。あかん。ちょっと回復しよう。後ろ向いてる間に、はい、倒すと回復しましたね。はい、これ敵が爆発したのもダメージ食らうらしいんでね、敵のこう死体のかけらみたいなのをダメージ食らうんで、敵の耐久力だいぶ弱くなってるんですよね、イージーでやるとね。結構グロいですよね、死体が残るからグロいですよね。結構そこがリアルです。こいつも強いんですよね。
あれもこれ倒せちゃうんでね、簡単なんですよ。コーラ。早く攻撃できるんですけどね、多分攻撃力はこっちの方が強いと思うんですけどね。はい、セーブ。あ、間違えた、こっち。こっちまだ行けないか。装備品めっちゃ超えてる。包丁よりこっちの方が強いのかな、探検の方が。どうなんでしょうね。クリティカルヒットダメージ 50%。 チンするか。グラディオスの、あ、包丁解除せなあかんねんな。とグラディオスですねの方が多分いいです。あ、行き止まりか、こっち。もう自然に回復するから、もう食べ物や飲み物使わなくてもいいぐらいですね。これ幽霊ですからね。あ、かけないとダメなのか。倒しちゃった。強くないですよね。イージーでやるとだいぶ敵があんまり強くない。さっきのとこと似てるな。同じとこか。ちょっとちゃうか。あ、ちょっとちゃうな。初めてやもんな、ここの。あれ、あ、これ影やん。お店もあるやん。
これ戻ったんやな、多分な。自動販売機があるっていうね。で、これでさっきのとこ鍵開けれるようになったわけですね。死体もなんかあれやな。過去2回の実況プレイでやったプレイを今回イージーでやることによって一気にね、進めることができますね。はい。あんまり死ぬことなくね。おっと。ああ、爆発した。そうです。死体、敵の死骸は、あれやもんね。ダメージ食らうから。このキノコそんな強くないからな。おお、これいいですね、この武器。グラジウスと、あ、そう、稲妻の杖か。いいですね、稲妻の杖。あ、水着できる、水着。ラミの日記。ああ、この一面のボスのね、うん、スクール水着になってますね。これは強いわ。ああ、そうかそうか、これだと思った。はい、オートセーブ。あ、もう打てない。倒した。はい、ちょっと回復せんとやばいな。体力やばいから回復せんとやばいな。ちょっと待って、
した。あー、もったいな。雲を出してくるんや、こいつというか。あ、どこってんねん。もったいないな、おい。雲を出してくんのか。はい、倒した。はい。ああ、そっか、食らうのか。はい、セーブ。あー、なるほど、ここに繋がるんや。なるほどね。うん、ここ難しいんですよね。うん。一発で倒せるんですもんね。普通であったら何発も当てないと倒せないですからね。ラミの日記に。開けられないな、なんか知らんけど。ん？ああ。そっか。上書きするしかないな。ここがもうボス戦ですね、一面のね、はい、ボス戦になります。これあれ、グラディウスとサピタ探検の方がいいな。あ、1個しか装備できなくなってんの？ 2 つ装備できたのに、あ、1個になっちゃったんや。あー、やられた。初めてやられちゃったな。イージーで。
ボス戦になると難しくなってるのこれ。ボス戦になると普通の難易度になってるんや。ボス戦だけちょっと難しくなってるんや。もうどう考えても化け物やねん、このツインテールの女の子も。もう髪の毛が手になってるもんな。あ、どこ打ってんのこれ。もうやられるやん。ちょっと待って、わかんない。ボス戦も普通に難しくなってるんや。ああ打てない、打てないな。あかん、むずい。ボス戦無理やな、相変わらず。ボス戦はイージーでも、ボス戦はちょっと無理だな。変わらんな、難易度。ボス戦の難しさは。ボス戦までは簡単にしてくれないんや。あかん、むずい。ボス戦は無理だ。相変わらず難しいやん。急に難易度上がったよ、お前。ないかな。パチンコ？あ、敵に向けて撃てるの？打てないやん、パチンコ。あかん、むずい。そうか、ボス戦まで簡単にしてくれてないのか。無理ですよこれ。ボス戦簡単にしてくんなきゃ。これは無理だ。一面のボスでこの強さやもんな。回復するの待って、無理やねんな。回復するの待てないねんな。Z としては回復するんですけど待てないんですよね。満タンに、満タンにしたところで、でもやっぱ強いねんな。食らったら意味ないねんな。満タンに回復待ってもあれやねんな、見ないねん。あ、Z してくれてるやん。襲ってこなくなってる。ここはイージー仕様なところもあるのかな。待ってくれるとかイージー仕様なのか。なんか強い。パターン読めないねんな。全然パターン読めないやん。あかんな、待ってくれないな。あ、全然待ってくれない。アイテム食べてもすぐに回復しないからな。待たないかんからね。いや、あかんか。時間稼ぎするかして、こうやってやるしかないねんけど。
いや、強えわ、これ。めちゃくちゃ強えやん。あ、待ってくれてる。しかもこれ第二形態あるしね。完全解放した。でも第二形態あるんですよ。うわ、これ回復あかん、できない、回復できない、待ってくれないやん。あ、倒した。あ、でもまだやな、倒したわけじゃないや。ちょっとなんやけどな。あ、まだか。お、倒した。倒したやん。あれ。絶対幽霊ですよね。ラミの日記。ラミは幽霊になってるんやな。さっき私が戦ったのが魔王の下僕なんですか。そうよ、かなり手強いやつに倒したよなんてすごいわね。私と同じ制服着てたんです。もしかして私みたいに召喚されたんじゃありませんか。途中で巨大な怪物に変身しなかった。はい、最初は人間の姿で会話してたんですけど、急に大きな怪物に変わってしまったんです。それが下僕の本当の姿よ。人間の姿は仮の姿に過ぎないの。僕も召喚された人間を殺して終わったものに違いないわ。ああ、なるほどね。そうなんですね。何か思い出したことはない。なんか思い出せそうな気もしますけど、まだよくわかりません。まあ、下僕を一匹倒したぐらいじゃ、封印を解くことはできないようね。こんなに強い怪物たち相手をまだしなきゃいけないんですか。大変でしょうけど仕方ないわ。でも確実に封印は弱まってる。下僕を全員倒せば記憶は戻るはずよ。他の下僕がどこにいるのかわかる。よくわかりませんけど上にいるような気がします。やっぱり城の中にいるのね。こっちに行けば城の中に入れるわ。私はキャンプに戻ってるからね。はい、これで体験版終わりみたいですね。いや、なんとか倒せましたね。イージーだったらね。はい、ノーマルだったら無理ですよこれ。はい、はい、じゃあこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。 YouTube のチャンネル登録とグッドボタン、ニコニコ動画よろしくお願いします。